リボンチャンネル、リボン扉へ紹介。やっほー、うさパスパス。この動画ではリボン最新号の作品の扉絵を紹介していくパス。超待望の大型新連載、関東57ページゆずぽんが送る新たなる友情ストーリー、二人のポラリス。話したこともない二人だったけど、光と水木の二人が可愛いパス。そんな柚子原瑞香先生のリボンマスコットコミックス、七色革命全8巻、恋ばっかりの世界で私は君と全3巻は大好評発売中パス。続いて胸の鼓動が加速する、極上の青春×ラブストーリー、カラー41ページ奪うか奪われるか、ハニーレモンソーダ、文化祭に向けて海アンド空が動き出す、ミスターコンどっちが優勝するか気になるパス。続いて早くも応援の声ありがとう、切なさあふれる感動ファンタジー、32ページ。そう、すぐそこには知らない世界が広がっている、神様になれる日まで可愛いあやかしがいっぱいパス。そんな熊野鈴先生のリボンマスコットコミックス、ヒーローのいない世界は大好評発売中パス。お次は恋を超える、これは愛、カラー41ページ、古谷先生はあんちゃんのもの、良平くんおはよう、おはようあん、そう言い合える朝が早く来ますように、二人の幸せそうなイラストがいい感じパス。そんな霞優子先生のリボンマスコットコミックス9巻は大人気発売中パス。続いて大人気御礼、大蔵50ページ、アイコン、さあどっちの手を取る、おいちゃんはどっちを選ぶパス。そんな黒崎みのり先生のリボンマスコットコミックスウイコン1巻、大人気発売中パス。続いて第1回 R4 グランプリ優勝のアリチが送る爆笑保証の初新連載、みのり大木から17ページ、なしのアリ先生の稲上村のライスさん、黄緑の衣をまといし姿はまさに稲穂のごとし、このホストみたいな人は一体誰ポス。続いてますます大人気の JS ラブストーリー39ページ、ついに一条と枯れかのに、初恋と太陽、恋を楽しむ準備はできた、小春子ちゃん大人っぽいポスね。そんな木下ほのか先生のリボンマスコットコミックス初恋と太陽1巻から3巻は好評発売中ポス。続いて大人気爆発新展開、恋は戦争40ページ、恋する乙女は美しい、吸血鬼とバラ少女、チユが可愛いポス。そんな朝香典子先生のリボンマスコットコミックス第2巻発売中パス。続いて特別読み切りから49ページ、登場の度圧倒的大反響、合間柄梅ちゃんが送る尊さ 1000% 読み切り、漫画みたいな僕らの男子高校生で少女漫画家、ペンに込める思いは幼馴染への恋心、この二人がどういう関係か気になるポスね。そんな大型新連載準備中の柚木梅先生のリボンマスコットコミックス愛ともぐもぐ全3巻発売中パス。続いてクライマックス目前、カラー32ページ、君と夢見る羊、みんなと過ごしたこの夏の日を私はきっと忘れない、みんなの楽しそうな姿素敵パス。そんな柚木歌の先生のリボンマスコットコミックス君と夢見る羊上巻は大注目発売中パス。最後は心がポカポカするアニマルストーリー、僕らはみんな白と黒の動物を悩み相談係、アフリカゾウ、超尾目増加、体長4メートルから5メートル、体重4トンから7トン、大きな体だけど優しい心の持ち主だよ、1日に2、300キログラムもの植物を食べるよ、陸上で最も大きな動物、長い鼻と大きな耳を持ち、とても知能が高い、寿命は60年から70年。ということで、最新号の扉絵を紹介してみたけど、どうだったパスか？コメントで教えてほしいパス。また来月もお楽しみにパス。最後まで動画を見てくれてありがとうパス。チャンネル登録よろしくパス。グッドボタンやコメントも待ってるパス。これは毎日見るしかないパス。次の動画も見てねー。